娘氏のあのお出かけ社会実験と称して、ベビーカーでなんか赤ちゃん連れて街へ出ると、まあなんていうんですか、ここの動線がこうなってるんだとか、まあなんかあのここのトイレ快適だなとか、なんかまあいろいろ目につくわけですよね。それでそれをあの自分が将来都市設計するときに反映しようという目的で、自分の中で社会実験っていうなんか私が学生の時にあの塚本先生という先生に習っていたんですけども、なんかこう言語化しようってすごく言われるんで、なんかラーメン屋行くじゃないですか。でラーメンまあ選びますよね。お前どれにするんだって言われて、これにしますとか言って、なんでそれを選んだのかとか言っていや写真が大きかったからですみたいなそれもおすすめって意味なんじゃないのかみたいなまあそういうことをまあいちいちこう選ぶみたいな感じ で建築って結構一個一個のまあ選んだことの理由を考える作業でもあるじゃないですか。なんでその大きさなのかとか、なんでその配置なのかとか、まあそういうことをいちいち考えますよね。だからまあそういう訓練だったんですけども、まあ、それが時々こう、まあ、大げさに見えたり、建築家のこう閉じた議論に見えることがあるわけですよね。でそのことについて議論したことが、まあ、ありましたね。でそれよく議論になるんですよ。なんかやっぱもっと感覚を大事にすべきだとか、こう言葉にできないことを重視すべきだみたいな、まあ、議論もあるし、まあ、それは当然そうなんですけど、その言葉にできないってことをこうそれまた強調しすぎると、それはそれでまた何て言うのか、それはそれでこう単純化しすぎるみたいなところがあって、あるいは排他的になっちゃうところがあって、だからやっぱりその何て言うんですかね、論理的かつ感覚的みたいなバランスみたいなのがすごい大事だと思うんですけど。そして事務所へ、あ、開いていた、はい。はい、こんにちは。すいません、普段はどこにいるんですか。ここにいるんですけど、ね、入り口なんですねコロナ禍でですね、はい、なんか前奥に座ってたんですけど、はい、事務所一人しかいなくて、はい、でどうしようだったら外見えるところに座ろうっていう感じで座りだしたら楽しかったんで、まあ、ずっと、まあ、いるんですけど、まあ、最近はリモートワークでもむしろいないんですけどね。外がよく見えるところですか路面でね、本当の惹かれたポイントは芸大のすぐ裏っていうことで3分そこだってすぐ裏門なんでプロフェッサーアーキテクトっていうじゃないですか、はい、大学の先生で建築家やってらっしゃる、はいはいはい、で何人かそういう先生いらっしゃるんですよね、はい、大学出たところに事務所を持ってる先生、早稲田の古谷先生とか、はい、東工大でいうと安田先生とか、うん、何人かいらっしゃって、その方々は本当こう門出たところにオフィスがあるんですよね。だからまあそれが一番いいよなと思って、大学の先生が建築家やってるんだったら、まあ大学との、まあ、関係が強みなはずだから、そこをまあ強化するのはいいんじゃないかと思って、まあ、引っ越してきました。あ、これはね、これはまあ、あ、これはテントのやつですね。テントの設計をしたやつで、なんか、うん、なんかこう、最初この辺のこう単純な形からスタートして、で私の中でこれ代々木体育館で2つこう頂上があって、こっちからこっちから入って結構されてますね。そうそうそう、代々木体育館みたいなやつを考えようとか言って始まって、でいろいろスタディしていって、でそれをこう、まあ、もうちょっとこうなんか体に馴染むようなものないのかとか言って、曲線だとかこういろいろこう、ちょっと大きいんですよね。だから人がなんていうか立って入れるぐらいのテントで、こう かがんで入るというよりは立ったまま入れるぐらいの大きさっていうのを最終的に目指してて、だからちょっとその、そうですね、で途中でまあこうジオメトリーいろいろ整理して、まあ最終的にできたのはこれだったんですけど、うん、まあかなり七転八倒というか、テントって意外と難しくてですね、かなり悩みましたけど、まあ、こんなのができました。でまたこうなんていうか、何とも言えない形して結
してないじゃないですか。なんとも言えない形ですね。まあ、あのもちろんその自分たちの中である程度整理されてるんですよ。例えばシンメトリーでこのさっきの、まあ、ゆる体感がスタートしてでその こっちとこっちから入るとかでこの構造が、まあ、この2点を中心でこう三脚をこう頭につないでの形になっているとか、まあ、いくつかこうあるんですけれども最終的には、まあ、何とも言えないかかっこいいとかじゃないんですよね。かっこいいとかで決めちゃうとやっぱりなんかそれだけになっちゃうというかね。だからあんまりかっこよくない方がいいんだけどっていう。で終わった後にまああと割と途中で振り返ることが多いです。この辺でなんかめちゃめちゃ瞑想してる時に、うん、そもそも何やってたんだっけみたいな感じで前後をこう確かめるみたいなことは、まあ、よくあるんですけど、これはまあちょっとまだ設計自体はこういろいろ動いてるんですけど、あの福祉施設ですね、うん、それで 木を植樹して、まあ、こう結構郊外の大都市の郊外の、まあ、岐阜県なんですけど、あの名古屋のまあ郊外で割とその何て言うんですか、あの高齢化してるみたいな典型的な郊外住宅地の一角にあって、そこでその福祉法人さんが町づくりをするみたいな感じのプロジェクトなんですよね。で基本的にこう木を先に植えてその隙間に建物を建てるっていう感じ で今植樹とかやってるんで、その植樹を やってコミュニティを先に作って、でその集まってきた人たちの間で話し合いながらどんな建物が本当に必要かみたいなことをまあ作って、事業主さんはまあ社会福祉法人なんですけども、あのその人たちと一緒にこう議論して作っていて、だからまあ何て言うんですか、すごく曖昧、もともとこんな機能が欲しいっていうのが結構ザクッとしてるんですよね。集まるとか集まった人で例えば放課後の子どもたちを預かる機能が欲しいとか、なんかいろいろこう細かくあるんですけど全体像がないみたいな、でそれをこうまあ我々でまあそれをこう形にしていくとこんな感じで、大体その大きさの人が集まるとするとこれぐらいの大きさでとかっていうのを決めてって、で大体の事業規模が決まってきて、で今ようやくそうですね、そうですね、で大体これぐらいの箱がいるんじゃないかってなってきて、で今まあようやく設計が本腰を入れてという感じで設計してるんですけど、10件もいかないと思うんです。まあその段階によるんですけど、まあ現場で動いてるのはまあ2、3って感じだと思うんですけど、大体で今だとで設計中のが2、3って感じですかね。今は設計はですね1、25名ですね。であとまあこう何ですか、こういうグラフィックを作る人が一人いて、でもう一人、まあ、バックオフィスというか経理の人がいてとか、まあ、そんな感じで細かな事件の連続なんで事件が起こって解決するっていう感じの連続ですよね、建築の場合ね。嬉しいより安心とか、うん、ほっとしたとか、まあ、ほっとしたとかね、まあそういうことが多いかもしれませんね。ヒヤッとしてほっとするっていうそういう連続ですけどね。まあもちろんプロポーザルでなんか選ばれたりとかっていうのはまあそれが一まあ嬉しい時とかでしょうかね。好きな椅子、好きな椅子、あのそこにあるんですけど、こうディープラーニングチェアっていう、こんなやつ、こんな椅子です。なんと、まあなんともいない形してますけど、世界の上位9カ国語の椅子って検索して、まあ、出てきた形を元に最終椅子を設計して、でそれをこう機械学習させて、あの弾き出した形ですね。だからまあ世界中の人の言語的にイメージされてる、まあ、椅子っていうのをまあ形にしたら、なぜかこう足の太さもなぜかこうだけ細いしで後ろになぜかこうなんか膨らんでたりとかして、まあ不思議な形ができてしまったみたいな、何とも言えない形ができてしまったみたいな。格好良くもなく悪くもなくみたいな、で可愛いんだか可愛くないんだかみたいな、何とも言えない形をしていて、それはなんかこうライバル的な感じなのか憧れ的な感じなのか、
あるんですか。いやまあその建築と政治が似てると思ってるんですけども、はい、あのやっぱなんかいろんな人の考えが集まったもので、でその中の特徴をかいつまんで統合していくと平均値とまたちょっと違って、なんか変な特徴がこう総合したような建築ができるんですよね。でそういうのが一番いいと思ってるんで私は。だからまああの私が見て、なんて個人的に審美眼でこうなんかこのプロポーションいいねっていうふうにまあやってしまうのはあんまり意味がないと思うんですよね。まあかっこいいけどかっこいいけど意味がないみたいな。であんまりこう、まあ、意味って意味で言うとやっぱ公共的なものっていうのは平均値でもないし、だけどなんかなんでこんなことになったんだろうっていう感じの特徴があるみたいなのがいいと思ってるんで、大学の先生になってからですよね。あ、じゃあ意外と東洋大学ってとこにいたんですけど、なんだろう、なんか写真撮ると大体終わ区切りつけるじゃないですか、あのはい終わりみたいな、で一本締め的にまあ撮って、でかつ記録に残っていて、で広報にもみたいな感じで、なんかそんな感じで取り出した気がします。いやまあやっぱり研究室こんな活動してますとかって発信してないとやっぱ何してるか分かんないじゃないですか、大学の研究さんって。だからまあそういうところで、あのまあ学生たちとこう何て言うんですか、あの建築家ってまあその政治家と一緒みたいなもんで、要するにこういろんな振る舞いが結局こうパブリックになっていくわけですよね。だからそういう練習みたいな、だからその常にたかだかゼミだろうと散歩だろうとまあパブリックな行為していくみたいな練習みたいな感じで、まあ全部をさあのこう露出するっていうんではないんですけども、まあ公的な振る舞いみたいなのをこう半分ぐらいして、もちろん私的な振る舞いもその半分あるんだと思うんですけど、だけどその公的な方はまああくまで公的なもんだから、まあツイート一つするにしても何て言うんですかね、こう誰にどう届くかわからないっていう想像力の中で、まあ、基本的にはするみたいな感じで、まあ、そういうことの練習みたいな感じで、ツイッターをまあちょっと使ってたんですよね。まあ、今ちょっとまた新しくいろいろ考え方が出てきたかもしれないですけどね。うん、なんか吐き出してる感じですよね。なんか頭の中燃え上がったアイデアがこう浮かぶんで、それをこう、まあ、140字ぐらいにちょうどこう吐き出しておくと、まあでリアクションも見れるし、でなんか割と本質的なっていうか、なんかこう確信を捉えたことをあの発してると、まあそれなりのリアクションがあるから、うん、あこれはいけるとか、これはあんまり、まあ、あんまりなんか言い方良くないんじゃないかなとか、まあ試してる感じですよね。こうそこでこう溜めて反応を見て、だんだんこう積み重なって、うん、ちょっとずつ文章にしていくみたいな感じで、やっぱまあインターネットはもともと掲示板とかが割とそういう機能だったと思うんですけど、あの匿名じゃなくてあの名前を出す方の掲示板でよく議論してたことがあって、私の学生時代の頃で誰それのオープンハウスに行きましたとか結構あのやってたんですよ、いろんな人が。でそこで結構議論あのしんあの頭がしあの何ていうんですか、思考が進化するみたいな感覚があったんですけど、ある時期なんかミクシーとかになって盛り下がってっていうか、そういうのが全然な、まあ、こう内輪みたいになっちゃって、あんまり開いて議論って感じじゃなくなったんですけど、ちょっとネットつまんないなと思ってたら、ツイッターが出てきてまた面白くなってきて、LINE になってまたつまんなくなったみたいな。まあ LINE は内輪じゃないですか、また。やっぱああいうなんか内輪は、まあ、あんま面白くないんですよね。内輪は嫌われないように議論しないようにして、まあ、ふざけ合うみたいな感じじゃないですか。だからあんまりこう面白くないんですよね。発展をしないみたいな感じで、まあツイッターもまあ良し悪しですけど、私の中ではそういう感じで、インスタよりは、インスタもあんまり議論にならないですよね。程よくこう雰囲気でつないでいくみたいな感じなんで、まあ歴史的な視点みたいな感じで、こういう時代だからこういうことをやるのが意味があるとか、まあ意味を考えることが大事にしてることじゃないですかね。私今45歳ですけど、30代は理論 で40代が作品 で50代が公共で、60代が海外みたい なんか漠然としたこうステップ像があって、でその準備してるって感じだと思うんですよね。で、まあ、40代一番やっぱりこうなんか
数をいっぱいやるというよりは、なんか自分が何をやってるべきかとか、まあなんか何をなすべきかみたいなことの、まあ照準を定めるみたいな、まあそういう時期だと思うんですけど、で大体2025年ぐらいが日本でいうと超高齢社会みたいな感じで、でこうなんですか、一通りこう東京があってこう周りに広がってみたいな大都市でその周辺があったみたいな、いわゆるこう近代化のこう一連の過程が一通り終わる、転換するみたいな感じになってくるんで、まあそこからが本番っていうイメージですかね。私にとって50代なんですけども、で40代はそこまでに何すべきかっていうのがまあ考える、やっぱ高齢社会って言われた時建築何をすべきかとか、大都市でその空き家が増えてきたってなってきた時に、まあ大都市の郊外で空き家が増えてきたってなった時にそれは何なのかみたいなことを、まあ今考えることが今割と大事で、それのあれでしょうかね、あの本番がまあそろそろ2025年ぐらいからやってくるんで、そこら辺でこう、まあ、こう出てくる需要みたいなのがあれかもしれないですね、あの一番終戦場みたいな感じかもしれないですけどね。